放送席は解説に元全日本選手そしてイトーヨーカ堂のエースとして活躍されてきました益子直美さん実況戸崎貴弘でお伝えをしてまいります。益子さん、今リーグはですねユニチカがちょっと元気ないんで、はい、今日はね頑張ってもらいたいですけどね。そうですね、日立は攻撃型、はい、ユニチカは伝統のある粘りのあるレシーブで守備型ですよね、この対照的な2チームの戦いなんですがとても楽しみなのは大型化の日立が非常にレシーブが安定してきているんですね、そして今日の試合は面白いラリーレシーブの拾い合いが期待できると思います、そして試合前の表情などコートサイドにいます TBS の宮澤隆アナウンサーに伝えてもらいます。宮澤さん、はい、まず日立なんですがすでに4強入りを決めています、キャプテンの大林選手はしかしながら決勝リーグへ向かいまして本当に一戦一戦大切であると、それからユニチカも4強入りを受けまして必死だと思うから受け身にならずにユニチカのお株を上回るようなそのレシーブでもってぜひとも頑張りたいという話をしていました、はい、一方のユニチカの石田監督はどうも今シーズンはぼやくことが大変多いわけですが、もう思い切って開き直って一人一人ではなくて一丸となってしかも心と心を結び合いながらいい試合をしたいという話です。はい、ぜひ日立戦ではいい試合を見せたいということを言っています。ご覧いただいています、吉田監督を中心にいたしましてこちら側がユニチカサイドです。現在11連勝と無敗の日立に4強入りをかけるユニチカが挑みます。それでは両チームのスターティングメンバーです。セッター長富、対角に大林、センターに田島と吉原、そしてレフトには福田、村田という6人です。まあ、ほぼ全日本のメンバーと言ってもいいでしょう。平均身長が 178.1 センチ。一方のユニチカフェニックスこちら側はセッターが中西1番、対角には木村、そしてレフトに佐伯中村全日本コンビ、センターに鳥居江越、この江越が期待の2年目184センチ、この選手の動きにも注目していただきたいと思います。さあまもなくゲームが始まります。左サイドにオレンジとブルーの日立ベルフィーユ、そして右サイドにゴールドブラックのユニチカフェニックス、ゲームが始まりました。13番佐伯のサービスでゲームが始まっています。23番の江越のサービスですがまず村田が返しました。さあ立ち上がりにどちらかがねこう勢いつけるかということになりますが、そうですね、今1本目大林選手に当然腰が上がるというにしかも思ってたんでしょうね、はい、村田選手に上がったということで拍子抜けをしてしまったんではないでしょうかね、1番キャプテンの大林、全日本のエースとしても活躍しましてプロ契約1号選手ということになります。ワンタッチがありました。立ち上がりはサイドアウトの応酬ですがこれもサウスポーの村田ですね。そうですね、昨日はちょっと本数少なかったんですが、最初から積極的に使ってますね、はい、ブロックアウト福田が飛びました。昨日の大英戦ではわずか49分で大英を下しました日立、同じメンバーでユニチカ戦に臨んでいます。今日はこの28番、まあ、本来ですと浜田という選手がいるんですが浜田が膝を痛めているために今日はスターティングメンバーに木村が入っています。中村打ちましたがブロック、多治見ですか。そうですね、179センチ、まあ、この人はあの全日本でも、ね、ブロックに定評がありますけども、はい、この選手のブロックが出るともうチームは波に乗るという状態ですね、はい、まず日立が1点を先行です。福田がブロック、綺麗に2枚出てますよね、バックアタックはネットにかかりました。佐伯が打ちました。早くもユニチカが1回目のタイムアウトです。第1セット3対0と日立が先行しています。濃く滑らか、濃く滑らかで水に、濃く滑らかで水にも強いジェルビー。使ったらやめられないぞ。ゼブラボールペンジェルビー。ゼブラ。キリンラガービールですね。ジャワ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 。
ハウスジャガライ。コンタックは2つの成分で熱に効く、2つの成分で咳に効く、ダブルツインブロック効く。コンタック総合感冒薬効きます。コンタック。日立とユニチカの一戦、伝統の一戦としても注目されます。第1セット大きく日立がリードを取ったんですが、ユニチカが徐々に追い上げて現在7対4。福田アートネット入りません。7対5、ユニチカポイントです。もう一度福田が行きます。ブロックの上、才木のいいレシーブ。中村、ここは田嶋が押し込みました。やはり身長差では日立の方が ね、 そうですね、上回ってますからね。今素晴らしいレシーブが、ファインプレーがあったんですけどね、やはりユニチカとしてはこのつなぐバレーが出てこないと本来の力じゃないですからね。そうですね。バックアタック大林、中西が上げます。中村和美、あ、ワンタッチはありませんでした。中村もね、かなりアピールしましたが、日立のブロックが高いんでね、はい、かなり意識してると思うんですよ。うまくフェイントを使った、日立も大型化になっているので穴はあると思うんですね、レシーブの、その辺をよく冷静に見て、フェイント、なんだ、あとはブロックアウトなど、中村選手は、ね、非常に細かいことがうまいんで、はい、よく考えてこうプレーしてほしいと思いますね、はい、9番の鳥居に変えまして、24番の清家がピンチサーバーで出ました。第1セットは8対5、なかなか面白い立ち上がりになってきました。長富2で返そうというところですが、中村です。全日本でもおなじみ元気者の中村和美、この人も右の肩を手術して現在 60% の出来だというんですよね、はい、その中村が打ちました。長富が、お、自分で打ちました。長富選手は元アタッカーですからね、結構こうやって2で攻撃していくことが多いですね。そうですね、5番が長富亜希、中田久美選手を引き継いでセッターは2年目、その長富、1人時間差、いいレシーブです。あっと、お見合いになった。中村返すのが精一杯、また2でいった。よく見てますね。ですね、長富選手すごく冷静ですよね、はい、今このプレーの前に中西選手が、ユニチカの中西選手が2をやったんですよね、やり返しましたね。やられたらすぐやり返すというね、現在9対6。まあ、日立の場合は常に世界を目標に試合をしているという言い方をしてきますが、やはりすぐ点取られたら取り返す。そうですね、やられたらやり返すですね、そういう意地ですね。そういったものがここまで11連勝という星を続けている日立。バックアタック田嶋、エンドライン終わりました。この放送の解説は元全日本の選手、伊藤横堂のエースとして活躍されました益子直美さんです。中村のサーブ、チャンス、江越が打っていきました。難しい位置から吉原、才木、今度はワンタッチありました。13番の才木美香、どうもこのところ攻撃がピリッとしない、全日本でも打てなかったなと吉田監督は言ってましたが、爆発娘、本当にこの才木の活躍も期待されます。現在9対8、1点差。中西、もう一回才木、センターから大林、バックアタックです。また才木いきます、決まった、同点。第1セット9対9です。第1セットはユニチカが追いつきました。9対9にしています。益子さん、はい、立ち上がりはやっぱり日立のペースかなと思ったんですが、はい、ユニチカは昨日の試合、その前の出来からするとガラッと人が変わったようですね。そうですね、やはりいいレシーブが出てますよね、はい、そしてその波に乗って、レフトの才木選手が
パワフルなスパイクを2段トスでもこういい打ち方をしてますよね。京都府立体育館からお伝えをしています。日本バレーボール女子リーグ4強入りをかけますユニチカが11戦連勝の日立を相手に、まあ、挑むという形でゲームを行ってますが、第1セット9対9なかなか今日は拾ってつないでいます。2枚のブロック、長富と吉原でした。その長富です。長富も173センチありますがよく止めました。井戸攻撃、23番の江越、今の日立のポジションなんですが、フォワードに村田選手、吉原選手、長友選手、攻撃できるのが2枚なんですね、これが多分日立の一番弱いポジションだと思うんですよ、このポジションの時に吉川はなるべく点数を取った方がいいと思うんですね、今またこれサービスで入れ替わりましたけどね、フォワードが3枚になってしまったので、大林が前衛に上がっています。またここは時間差、才木、昨日はあまり目立たなかった才木ですが今日は当たってるようですね、はい、バラエティに飛んだレフトからライトまでといろいろ走って攻撃してますね、はい、西安女子高校出身、現在22歳172センチですが本当に躍動感、馬力があります才木。得点は9対9、動きません。福田取ります、ライトから吉原、よく拾う、また木村、サイドラインは惜しいですね、わずかに外れました。ユニスカはやはり簡単にはボール落ちませんね、床に。そうですね伝統の拾ってつなぐバレーが身上です。ブロックはアウト、まあ、とにかくユニチカの吉田監督は開き直りでね、今日は0点でもいいんだと、とにかく開き直って思い切ってやろうじゃないかと、現在49歳吉田邦明監督が移りましたが、その吉田監督率いるユニチカ、ブロック決まりました。10対9、逆転、ついに日立を捉えて逆転いたしました。第1セットです。大林、サウスポーの大林が決めています。いやでもユニチカ逆転しましたね、はい、日立は今までこうスパイクを打てば1本で決まるっていうケースが多かったと思うんですね、それが打っても打っても決まらないっていうので、はい、リズムを崩してし、崩してしまってるんじゃないでしょうかね、中村ちょっと体勢がずれました。移動攻撃は大林、これはもう大林ならではという感じのワイド攻撃ですね、はい、完璧な攻撃ですよね、大林選手の、相手のブロックがついていけません。イーサン、ここから中村が打ちます。ダイレクト、トリーです。10対10の同点、第1セットからこれは目の離せない展開になっています。大林のフェイント耐えらない、11対10、やはりプロ野球の巨人阪神戦ではありませんが、はい、伝統の一戦ということでまたこの両チームの選手の意気込みは違うんでしょうね、ユニチカのベンチを見てると本当に楽しいですよ、昨日はちょっと無口だったんですけどね、吉田監督も、はい、うわー、トリーです。スリークイックが決まりました。本当に今年もこの日本リーグは元気ないのが嘘のような立ち上がりです、はい、2点リードのユニチカ、またこれも拾ってる、そして中村、決まった、13対10、うまくブロックの間を抜けていきましたね、何かベンチのスタッフの表情を見てましてもよしよしというね、はい、雰囲気が伝わってきますね。ここは福田、ワンタッチがあります。まあ、日立もここまであまり苦しんだ試合がありませんでしたからね。そうですね、いいレシーブ、レフトから中村、大林拾った、長富が上げます、福田、フェイント
メンバーチェンジがあります。7番の橋本に代えて23番の江越がまた戻ってまいりました。レフトから真ん中へ、14対10、セットポイントです。今苦し紛れのフェイントだったんですがね、ちょうどコートの真ん中に落ちて誰でも取れる距離なんですよね、コートの真ん中っていうのは、その間にね、うまく落としましたね、ブロックは入りました。はじみ入りません。本当にユニスカの選手は最後までボールを追いかけますよね。そうですね、コートの外に行っても、はい、無理だと分かっていても最後まで本当に諦めずに、気持ちいいですよね見てて、はい、そのいいレシーブが現在の得点につながっています。エゴシブロックアウト、サイドアウトです。しかし増子さん、実は日立はこのリーグではセット落としたの2回しかないんですよ、はい、まだね、ですね、やはり苦しい試合をしてませんからね、それでこのセットをユニスカ取っとまた面白くなるんですよ、ね、そうですね。エゴシ入ってます。サイキブロック、ブロックに止められました。この人がサイキミカ、今日は元気です。サイキ得点は14対10、またそのサイキ入っています。現在日立は11連勝中ですが、大栄戦を3対1、小田急戦を3対1と2つのセットを落としただけ、本当にまだまだ接戦という接戦はしていません。サイキ、さあキャプテン中西どうする、エゴシを使った、決まった。この喜びをなんと第1セットユニチカが取りました。15対10、日立がこの大会では3セット目を落としたということになりますが、15対10、まずユニチカが取りました。結構いいよね。あ、いいじゃん。何これ、新製品、綺麗塗りやすいよ、落ちにくいのにしっとりルージュ。ダメだ、明日返すから。ちょっと見せて。ビセ新発売香水。立派な幸せ。僕たち歌手は喉の具合が悪いからといって歌わないわけにはいきません。よっ、行きます。フィニッシュは薬が患部に直接当たって喉を治します。これは効きます。濃く滑らか、濃く滑らかで水に、濃く滑らかで水にも強いジェルビー。使ったらやめられないぞ。ゼブラボールペンジェルビー。ゼブラ。地の薬を変えたのはフリーザー S。 地の痛み、あれを止まって治します。地には止まって治すフリーザー S。 大正製薬から。 What is this? This is sick.16茶イズベリーズ、さっぱりテイスト、16種類で16茶。日立ベルフィーユ対ユニチカフェニックス、非常に面白い展開になっています。第1セットはなんとユニチカが取っています。第2セットは5対5、大林のフェイント木村取れませんでした。11番は田尻、前衛は福田、田尻、大林、吉原拾っています。大林、あっとトスが相手に行ってしまいました。7対5です。日立は今のポジションが一番強いポジションですよね。フォワード3人、身長ありますからね。今現在そうですね、はい、はい、日立のボールが返りません。
木村のジャンプさ。あーっと今ホールディング取られました。はい、そうですね、ちょっとレシーブが大きかったですね。はい、セッターの長富ホールディングを取られました。サイドアウトです。現在ポイントは7対6。大林が下がりました。クイック、この鳥居も今日は元気です。その鳥居に変えまして24番の清家がピンチサーバーで入りました。173センチ、まだ19歳。まあ、鳥居選手、佐伯選手の出た学校西安女子高校の後輩です。中村、はじみのスパイクはあのタッチですね。あ、ワンタッチなし。ちょっと日立はあのミスが目立ちますよね。また同点です、7対7。どうしたんですかね。ナイスレシーブ、カバーは吉原取りました。福田ネット、ちょっと福田スパイクをネットにかけるのがこれで2回目ということになりますが、首をかしげました。はい、第2セットは8対7とまたユニチカが1点をリードして、ここで日立がタイムアウトを取りました。京都フリースタイクさんにはたくさんの日立の応援団も詰めかけています。しかし今までなかったような、今日は苦しい展開といいましょうか、苦しい立ち上がりの日立。現在第2セット8対7、ユニチカ1点リードです。この放送の解説は増子直美さんです。移動攻撃、ワンタッチありました。いやー、184センチの江越ですがよく動きますね。はい、セッターの中西選手がよく決まっている選手を見て、はい、冷静にこう使ってますよね。やはりその日その日でね、はい、調子は変わりますからね。はいはい、吉原オープンです。中西2決まった。福田との勝負でしたがキャプテンの中西が決めています。もうこの人も27歳とベテラン、どうも吉田監督に言わせると他の選手が中西に頼りすぎてると、はい、頼り切りすぎてるのがマイナスだったというんですが、今日はいい本出ています。得点は9対7。しかし増子さん、今リーグのこの両チームの前回の対戦は12月の19日に大阪で3対0で日立のストレート勝ちなんですよね。はい、やはりユニチカも調整不足、はい、全日本の方に3人行ってたとチームの半分ということはやはり難しいんですよね。日立の場合は6人全員行ってましたからね。そして調整不足ということで試合を重ねるたびにだんだんレシーブ の、はい、この粘りが戻ってきてますよね。まあ、日立の場合はほぼナショナルチームで臨んでるわけですけどね、ユニチカはわずか半分、それも控えでね行ってるような、はい、中村才木でしたから ね、 そうですね。木村です、ブロックアウト。清家に変えまして9番の鳥居がまた入ってまいりました。鳥居地方、前衛にはエースの佐伯13番がいます。吉原のサーブ、橋本がレシーブ、鳥居の移動です。前回の対戦では3対0のストレート、内容も15対6、15対3、15対8と日立が圧勝だったんですが、今日は第1セットユニチカが取っています。よく拾っています、ユニチカ。木村から中西、また木村ライトから、ブロック好調の田尻を破りました。
思いっきり打ってますよね。ネットから離れたトスだったんですが、はい、もう本当に若手らしく、あれは難しいんでしょう、ネットから離れてるというのはね。時間差、リキが打ちましたが橋本が返しました。カジミ、これも拾ってる、繋いでる、大林どうする、中西、セッター中西のトスが乱れました。得点10対7。さあしかし先に2桁の得点になったのはユニチカです。拾ってます、これを中村が打つ、オーバータイムスです。ただこの両者の対戦に付け加えておきたいのはやはり伝統の一戦ということもあって、去年の予選リーグ決勝リーグはともに1勝1敗なんですよね。はい、やはりそれだけに調子の悪いユニチカといっても日立はね、油断できないですよね。はい、やはりユニチカにも、はい、去年2位というプライドありますからね。昨年の優勝チームと2位のチームの対戦です。しかし今年のユニチカはユニチカらしくなかったんですが、今日は元気です。大林、インナーへのスパイク、よく拾います、ユニチカ。これもブロック決まりました、11点目。中村の笑顔、この、ね、スパイクを ね、中西がよく拾った、はい、普通でしたら今のはもう1本で大林選手のところで決まっているはずなんですが、やはり海塚のレシーブですよね。これも最後拾った、中村、大林と田嶋です。まあ今シーズンはね、海塚の選手も随分ね、葉っぱかかられて怒られてるでしょうからね。あーっと、大林のサービスです、10点目です、11対10。日立も今日は油断ができません。レシーブが乱れた、オーバーネットですね、超えましたね、同点11対11。あ、いやいや、今日立ですね、はい、日立がオーバーネットですね。サイドアウトになります。第1セットはユニチカが取っています。今日は接戦、第2セットわずかにユニチカリード。エゴシ、184センチ決めた、エンドラインに乗っています、12対10。ここでまた2点をリードされて日立に作戦タイムです。今日2回目の作戦タイムです。いい車を選ぶ人ほどこの価格は驚きになる。ギャラン、イグゼ、誕生。ハウスでビーフ、プリプリお肉でハッシュドビーフ、ムチムチお肉でフランス厨房、ピチピチお肉でザ・カリー。今夜はビーフで作りませんか。おいしくビーフメニュー、ハウス食品。どうしたの。風邪かな。出張なのにどうする。どうするったって今からじゃ。そうね、コルゲン ET 錠は困ったなぁという時に効く成分 E と T が両方とも処方されています。効きます。ミルクの優しさにハーブがブレンドされました。女性のデリケートな喉にすっきり、カスガイの喉飴です。須藤明デビューシングル、あなたに伝えたくて。私たち親子なのに似てないって。そりゃそうよ。はあ、風邪。塩酸ブロムヘキシンと塩化リゾチームがスーッと効いていきます。効いたよね、早めのパブロン。パスポート、パスポート、パスポー ト, ポート、はい、はい、お預かりします。
あなたに嬉しいことばかり。キャッシュメンバーカード、パスポート。バンプトショーショー。フェア10周。これからの目薬の形。アイリス CL1。これは使い切りタイプ。防腐剤が入っていないから、どんなコンタクトでもしたまま点眼できます。うーるるん。アイリス CL1。第2セット12対10。ユニチカが現在2点リード。第1セットは15対10でユニチカが取っています。サーブは決まった。これもノータッチ、ノータッチのサービスエースが出ました。なかなか打てるコースじゃないですよ。いやーサイドラインの上ですよ。鳥居のサーブ決まっています。13対10。カジミフォローが、カバーがない。この人の中村のね、表情がこう、はい、選手の気持ちを盛り立てますね。本当にファイトウーマンという中村。その中村ブロックアウト。やはりね、吉田監督が言うにはこの中村が火付け役になると、何かいいものが出るんではないかということを言ってましたけどね、はい。あ、ナイスレシーブ。あー、これも繋いでる吉原。これは吉原が落ち着いて決めました。13対10変わりません。全日本でもおなじみ吉原が決めています。あー福田のサーブは長い。こちらが日立ベンチです。昨日の大栄戦は坂田監督も安心して見ていられたという日立の戦いぶりだったんですが、あーちょっと昨日と内容が違います。途中からこの6番のミキが入っています。途中から入るというのは本当に難しいんですけど、はい、よくあの冷静にボールを見てますよね、一緒の、ね、ペースに合わせて波に乗っていかなきゃいけないわけですからね、第2セットも接戦。ユニチカリード。あっと、いやセッターにしっかり返りませんでした。鳥居が決めました。サーブで本当に日立を崩してますね、23番の若い江越のサーブ、また乱れています。日立、これは大林です。止まった時にはこのキャプテンの大林ですね、はい、冷静ですね、はい、いつも非常に明るい元気な大林、まあ、今年は八尾藩から話があってプロになるという話で燃える材料ができたという大林。このピンチはなんとか中止になって試合の流れを引き寄せたいという大林がまた決めました。現在しかし14対11。ユニチカがリードを続けています。木村決まっています。そしてセットポイントがやってまいりました。第2セット14対11。サーバーは才木、クイック田尻です。日立もねサーブレシーブがしっかりセッターのところに変えると今のように、はい、こうコンビを使えて1本で切れるんですけどね。おそらくこれだけコンビネーションが崩れてるっていうのはないでしょうからね。そうですね、中村ブロックは2枚。中西上げる、また中村拾ってる。中西追えません。ユニチカにしてみれば4強入りを目前にいたしまして非常に苦しい展開が続いているわけで、なんとかものにしたいという一戦ですが、ここでまたユニチカの方に作戦タイムです。第2セットは14対12。ユニチカがリードしています。ミキのサービスでゲームが再開。日立もよく拾っています。福田、木村が上げる、左オープン、木村、吉原よく拾った、吉原が決めました。いや福田が決めました。やはり日立も確実にじわりじわりとこう1点ずつ取ってますよね、そうですね。14対13、1点差です。お
落ちません。大林、肩の調子が 60% という中村決めた。チームメートからはキューちゃんキューちゃんと親しまれています中村和美。170センチ、金沢商業出身の22歳。セットポイントが来ています。しかし大事なところでは本当にこの小林落ち着いてますね、はい、もう安心して任せられるという感じですよね、はい、入っています。際どい同点14対14。マスコさん際どかったですね。際どいですね今のは本当に、思わずベンチからこう、コーチが出てま、あ、イエローカード出ましたよ。イエローカードですね、いやそれだけ際どかったんですね、ベンチに対してどうやら警告が出ました。14対14。デュース、そして大林のサービス。第2セットも大接戦です。鳥居です。上がった、大きい、長富大きい。鳥居の表情、鳥居のサーブ、多治見です。この多治見もメンバーの中では一番若い21歳ですが、多治見が頑張ります。そのジャンプ差、あー長い、ちょっと日立も雰囲気は嫌ですね。そうですね、あー今これが坂田監督です。小さくうなずいていました。誰を使う、江越、吉からブロック1枚、才木が止めた、福田、さあもう1回福田ブロック、15対14、ブロックポイント。ユニチカは日立のおかぶのブロックを、マスコさん本来なら高さ攻撃の日立で守りのユニチカなんですけどね、攻撃面も守備もいいですね。いいですね。1枚ブロックを抜いていきます。吉原です。いやでも吉原の顔が随分険しくなってきましたもんね、はい、気合入ってますね、はい、あ福田のサービスはオーバー、痛い、このサービスは痛い。さあ第2セット、セットポイント、中西のサーブ、15対14。あ大きい、大きい、ワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチ。今日の主審は森仁一さん、副審は宮武和夫さんですが、ワンタッチがありました。15対14。最近、いや角度がある、今はもうレフトに当然上がると思ったんでしょうね、ノーマークになってしまいましたね、はい、あ、アウト、アウト。第2セットはまたユニチカ取りました。いやー思ってもみない展開と今回は言ってもいいでしょう。第1セット第2セットユニチカが連取しています。16対14です。そのアウディはクワトロと名付けられた。アウディ100クワトロ登場。正規ディーラーネットワーク、ファーレンデュオ。津村の日本の名湯で長風呂を楽しむ。ほら骨の温まる音が聞こえてこないか。津村の日本の名湯、登別カルルス。
骨までぬくもる。津村です。コーヒーにブライト、今ブライト。49歳。あーっと、これも帰らない日立、どうしたんでしょうか。福田選手の左横は坂田監督です。いやー本当に日立どうしたんですか、ようやく吉原は決めています。ついにこの第3セット、セッター長富に変えて14番の吉澤を起用。そして三木が、さあレシーブが乱れました。あー際どい。しかしユニチカ、今度はお返しのストレート勝ちまであと4点。はい、どうしたんですかね、日立はね、これが多いですね。そうですね、いいところでこれから挽回だっていうところで、はい、ね、サーブミスをしてしまって、もったいないですよね。はい、さあユニチカチャンスボール、あー返すのがアンダーで返すのが精一杯ですが、吉澤が上げる。クイックはワンタッチがあります。大林キャプテンに話聞きますとね、1回目ユニチカと対戦したら、何か手応えがなかった、っていうことを言ってたんですがね、まあ、そういう気持ちのね、余裕というんですか、相手甘く見るってことは絶対ないと思いますけどね。初めて苦しい展開になっています日立。ここでメンバーチェンジです。ユニチカは24番の清家に変えて9番の鳥居が入りました。ユニチカフェニックス、今日は浜田を全く使いません。28番の木村を入れています。ユニチカよくつないで拾って、伝統のバレー、ユニチカらしさを見せています。佐伯、これを拾った。佐伯決まった。12対3、日立を破るまであと3点。日立はまだこのリーグ負けがありません。11連勝中です。吉原が決めました。しかし益子さん、昨日の大栄戦見て、今日のユニスカ戦見ると日立はまるっきり違いますからね。正反対ですよね、やはりもう一日一日でそのチームの状態とかいうの変わってしまうんですよね、2日続けて調子がいいというのは難しいことなんですよ本当に、まして3連戦金土日とね、そうですね、疲れももうピークに達してるでしょうね、そして変わってユニチカはもう絶好調ということで、この巡り合わせでしょうね、一つとも。ユニチカは7番の橋本がコートに入っています。勝利まであと3点。大林スパイクは決めています。いやー、しかし日立どうしたんでしょうかね。もう反対に日立の開き直りが必要ですよね。本当ですね、まあ4強入りしているということで、この後は決勝リーグのね、時までいいコンディションでいきたいという言葉は昨日坂田監督からも出ましたけども、こういうバレーは考えてなかったでしょう。大林、ナイスレシーブ。村田、吉澤、大林、サイドあった、サイドアウトです。第1セットは15対10でユニチカ、第2セットも16対14、ユニチカ、第3セットも12対3、ユニチカが勝利まであと3点。あー助かった、ミキのスパイクです。まあ今日余裕がもしあれば若い選手を使ってみたいなというね、坂田監督の言葉があったんですが、残念ですね。残念ですね、そういう意味ではね。またユニチカサイドアウトです。
幹を使います。あーっと帰らない。13対3です。日立の連勝が止まってしまうんでしょうか。現在11戦全勝の日立、大林の表情も今までにないような厳しい顔。村田がいます。吉原も今日はいつになく声を出しています。時間差ありません。やはり益子さん、ここまでの試合展開見て、はい、北の信じられないミスってことになりますか。そうですね、もうユニチカが楽に戦ってるんですよね、もうやることだけやっておけばあとは日立が勝手にこうミスをしてくれるっていう感じだと思うんですね、そのミスに乗じてユニチカの全日本コンビの中村才木、そして中西、あと若い、まあ、江越、木村、こういった選手がよく自分たちのペースで試合を進めています。吉川、これも止めた。才木、ちょっと今のトスが、ね、危なかったんですが、はい、ドリブルは取られません。日立が止めました。日立がポイント取るときはブロックなんですよね、まあ、田嶋選手を筆頭にね、この吉原選手もそうですが、はい、上がっています。あーっと入りません。ミキがいいファイトを見せました。勝利まであと2点、13対4です。第3セット、このまま日立が敗れてしまうんでしょうか、それとも盛り返すんでしょうか。ゲームが始まって1時間18分2セット練習、こちらユニチカ、キャプテンの中西のサーブです。村田、中西上げる、才木だ、吸い込まれました。14対4、いよいよマッチポイント、いよいよユニチカにマッチポイント。日立の連勝を止めるか。あーっと帰った帰った、才木2枚ブロック、帰らない帰らない、試合終了。日立連勝ストップ、初めての黒星がつきました。ユニチカ大健闘、ユニチカ大健闘です。日立が連勝を11で止めてしまいました。ユニチカが素晴らしいバレーを見せました。これでユニチカ6勝6敗5分の星にしています。この放送の解説は元全日本そして伊藤洋華堂のエースとして活躍されました益子直美さんですが、いやー思っても見ないといったら、まあユニチカの選手にも失礼ですが、ね、ここまでの戦いぶりぶりと ね、 ね、圧倒的に日立のが有利かと思ったんですが、はい、まさかストレートでユニチカが、そうですね、勝てると思いませんでしたね、まあ、とにかく第1セット 7-0 で日立がリードからこの展開ですからね、はい、もう何を言ってもやはりユニチカのレシーブでしょうね、はい、レシーブの粘りが日立のミスを誘ったのだと思います、このもう試合では日立の攻撃力に勝るレシーブができたということで、はい、もうユニチカもまだ4強可能性があるわけですから、またその4強でこの日立対ユニチカ伝統の一戦をまた今日のように素晴らしい試合を期待したいと思います。そうですね、これでユニチカ4強入りになんとかこう踏ん張って流れをね引き戻したというところですが、はい、ところでまあバレー界はですね、今年の秋にはビッグイベントが目白押しなんですが、益子さん、広島ではアジア大会がありますし、はい、ご覧いただいてますように94年の世界選手権もですね、はい、ギリシャブラジルで行われますね、はい、こちらもですね、全日本の活躍が期待されます、はい、94年もバレーボール界は見どころが多いという年になりそうですが、しかし日立がまさかのストレート負けて敗れてしまいました、まあ、益子さんでもね、はい、この後、まあ、4強に入ってからまた出直しということになりますので ね、はい、そうですね、また楽しみが増えましたね、はいはい、ユニチカは大健闘、何か優勝でもしたような表情を見せてコートから去ります。3対0のストレートでユニチカが日立を破ったゲームでした。